狭いところを通って第二の人生の誕生を祝おうと、ね、街道巡りだと思ってください。そうゴキブリとは違うんですけどコオロギみたいなやつがいて、ね、非常に人から嫌われているそんなのがいるんですよ。まあ不快感を与えるだけだからそう不快な思いをするだけですけど、多分今ちっちゃいコウモリが飛んでましたね。あと見ますね。待ってくれないか、待ってる気がする。そうで、ここ、この宝石のようなキラキラとしたこの岩、あ、本当だ、めちゃめちゃキラキラしますよね、ここだけ。はい、真っ暗、そう、もう一つ、横かな、左のボタンかな、そう、あ、なんかさ、消してあげてください。そう、そう、オッケー。で、それもちょっと消してみてください。そう、そう、はい、これで真っ暗になりましたね。何も見えません。大体、人の輪郭もわかりませんね、これ。そう、これぐらい真っ暗なんですよ。そう。そうなので昼間もこうやってライトを持って鍾乳洞に入ると、まあそれに光がないとこうやって綺麗なものも見えないということですかね。そう、基本的には危ないんで、よいしょ、頑張って通ってきてください。ここゴールと、第二の誕生ということで、ね、と油断して頭ぶつけないようにしてください。ここに。さあ、こうやって、で、ここに上がってきてください。こちらにずずっと。そう。第二の誕生を祝おうと。ねえでそこ頭気をつけてください。こう、そうそう。でもぶつけるみたいな。そうそう。っていう感じですね。で、振り返ってもらうと、どんな小さいところから出てきたかがわかると。で、まあ、そこの上が地面なわけですけど、そこから下はこんな感じで。要するにここが土が盛られた部分ですね。